まずは週間アイコンを見ていきましょう。週後半は東日本や西日本に秋雨前線が停滞します。4連休初日、西日本では日差しが届くところがありそうです。気持ちの良い陽気でお出かけ日和となりそうですね。東日本は広く傘の出番となりそうです。また少しずつ秋の気配も感じられます。気温変化が大きい1週間となりますので、服装選びや体調管理に注意が必要です。それでは予想天気図を見ていきましょう。週後半は秋雨前線が本州付近に停滞します。東日本から西日本の広い範囲で曇りや雨の天気となる見込みです。特に前線に向かって流れ込む湿った空気の影響で大気の状態が不安定となり、前線近くでは短時間に強い雨の降る恐れがあります。こまめに最新の天気情報を確認し、強い雨に備えるようにしてください。続いて19日土曜日の9時の予想天気図です。今週は19日土曜日から連休となります。4連休となります。西日本は初日から晴れるところが多くなりそうです。また20日日曜日になりますと、東日本でも徐々に晴れるところが出てきそうです。前線が南下すると秋の空気に覆われるため、これまでのような猛烈な暑さとなるところは少なくなる見込みです。北海道など北日本では朝晩を中心に涼しくなり、一日の気温差が大きくなるため、体調を崩さないようにお気をつけください。以上、週間天気をお伝えしました。